女皇型のローンジョッキーかバリエスピリット型のローンジョッキーランタンを下げたローンジョッキーランタンを下げたローンジョッキーローンジョッキーは前提に置かれる騎士の服装をした男性の像である。元は馬を繋ぐ柱として使われたが、後にその役割は失われ、装飾的なものとして使われるようになった。像は人の背丈の半分、またはそれより小さく、 馬の手綱を取るように片手を持ち上げ、その先に金属の輪やランタンなどを下げている。像はコンクリート製が多いが、鉄など他の素材で作られることもある。ローンジョッキーにはいくつかの型があるが、よく作られたのは、単位の女皇と長身のカバリエスピリットである。リバーロードアフリカン、アメリカン博物館によると、ローンジョッキーはアフリカ系アメリカ人の若者、 女ー・グレーブスの伝説に起源を持つという。グレーブスはアメリカ独立戦争時のトレントンの戦いで、ジョージ・ワシントン将軍の命令を守って馬の番をし、明かりを掲げて軍の戻りを待っていたが、凍え死んでしまう。将軍はグレーブスを追悼し、彼の像を作ったという。しかし、この話の転居としてよく引用されるマミアンドアンクル。 モーズの著者ケネス・リュー・ゴーイングスは、この言い伝えを疑わしいものとして見ている。テンプル大学アフロ、アメリカンコレクションの名誉キレーターで、ヒッパクレン、ガイドツー・ザ・アンダーグラウンド・レールロードの著者、チャールズ・エル・ブロックソンは、黒人奴隷の逃亡を支援した組織、地下鉄道で、ローンジョッキーが利用されたと主張する。像の腕に、緑色のリボンが結ばれた場合は、安全を示し、 赤色の場合は止まらずに進み続けることを意味したという。21クラブに飾られた、ローンジョッキー、A ガイド2フリーダム、ジョッキースタチューズマークとアンダーグラウンドレールロード。ザヒストリーオブラウドンカウンティーバージニア、2017年7月16日閲覧。21、ジョッキーコレクション。21クラブ、2017年7月16日、閲覧。 ありがとうございます。